月刊水中に座る、2017年9月号です。はい、今回も私です。こんにちは、マシマシマリスです。よろしくお願いします。これは2017年8月に原宿のペーターズギャラリーでやった、セクシー原宿展という、うん、そう、懐かしい、琥珀米、古賀、白、白根湯担保、舞、米原康政の3人展に展示した作品と、会場で販売する同時リリースで、なんか発売日を本来の発売日からずらして前倒しして、展示図録も兼ねた号です。うんうんうん、なので、ちょっといつもとね、構成が違って、雑誌っていうより図録感が、ほうほうほう、すごいんですけど。これね。これだよね、うん、有名よく見るやつ、うん、てかもうこの原宿駅ないんだよ。そうなんだよね、よ、うん、てか表紙のもしもし日本もないんだよ。あ、そうなの。原宿行かないから。原宿最近全然行ってない。ほら最近さ、お外出ちゃダメみたいなさ、ああ風潮あるじゃん、世の中。いや、だいぶ前になくなったらしい。そうなんだ、やだ、もう、寂しいです。寂しいですね。まあ、2017年の原宿っていう記録にも、うんうん、てかまあ原宿ってね、どんどん変わって、まあ、原宿だけに限らず東京って街のいろんなところが変わっていく街だから、うんうん、その中の原宿だけでもこの時だけの原宿なので。そうだね、確かにそういう見方も面白いね、うん、人がいない原宿を撮るために真っ暗なうちから撮り始めて。すごい、朝、早朝、朝、早朝、日が昇ってできて、直射日光が来たとこでもアウト。何時ぐらい？これ6月だったんで、ちょうど今時期、4時ぐらいから撮り、そのぐらいまだ真っ暗で、うんうんうん、もう6時台の途中から、ま、無理、でもね、4時半ぐらいからもう明るいからね。そうなんですね。人のいない無人の原宿を撮って回って、シマリスちゃんに浮かんでもらって、浮かわせていただいて。そうな、その水中にイーストっていうか、古賀作品の定番であるフォトショップで合成するっていうやつで、はい、先にプールで水中撮影したシマリスちゃんをこうセレクトして、うん、iPad で見れる状態にしてあって、 iPad のシマリスちゃんをこう街にこう重ねて見ながら、そうだったんだ、このシマリスちゃんとこの背景合う合うと思って、すごい、で撮ってくっていう。一応さ、水中撮ってる時もこう壁にこういう風にしてる風とか、うん、何かを掴んでる風みたいな、ざっくりとしたね、注文は、はい、もらってみたいな。 ただ浮かんでるんじゃなくてね、うんうん、何かどっかに接点があったり。そうそうそう、これはなんで発想したんだっけな。なんかもう思いついた時点でこれはすごいぞと我ながら思って、でその3人展で、3人展やるとさ、お客さんがその僕のファンだけじゃなくて、うんうん、白根さんのお客さん、米原さんのお客さん、その3人のお客さんが入り混じるので、うんうん、で見たことないものをみんなが見る。そうだね、お互いがお互い新しい世界を見せ合えて、いい機会ですよね、うんうん。駅からペーターズギャラリーまでの道順に沿って実はこれロケしてるので。そういうこと、なるほどね。でギャラリーに来た時にさっきまで見ていた風景が、うわーすごーいに島根ちゃんが言われていたみたいな。すごい、そういうことか。そう、 AR とか VR をなんか超力技でやるっていう。で帰りもこの道を通って帰るから、うんうん、あ、これさっきの見たよね。そうそうそう、すごいな。なんならこの図録買ってってくれれば、こうやってね、こう見ながら、ね、開きながら、あ、ここだここだみたいな。やばい、それ面白いね。でその構造で、ね、その2017年の展示だけど、2018年の文化庁メディア芸術祭のエンターテインメント部門の審査員推薦作品っていう枠に入ってるんで。そうだ、すごい、めっちゃすごいよ。日本国に推薦される水着写真っていう。本当だよ、そういうことだよね。国に推薦されたってことだよ。そう、国に推薦される。やばいな。これそういえばさ、女児水着なんだよね。そう、
そうだよね。何歳？12歳。140サイズ、130サイズ？え、マジ？140だっての気がする。140。うん。女子水着よね。女子水着、気合いできたよ。似合うけどね。ありがとうございます。だからね、女子水着ってね、下はいいんだよ。下はね、ちょうどいいんだけど、ね、バストのこう、そう、幅がね、狭いんだよね。そう、どうしてもね、なんか、あれよ、お洋服とかもさ、下は全然いけるの、140センチ、150センチの女子でも。でも、どうしてもなんか、女の人ってさ、女児と大人で、この肩から背中、胸周りの骨格が変わるのかな、うん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 、だから私なんて痩せててさ、ぺっちゃんこだけど、それでもダメなんだよ、女児。女児服は。そう。だからこれは結構、気合が。気合、気合。だからこの、ここなところ、ね、紐すごい後になってた気がするもん。そうなんだ。締め付けないと浮いちゃう。し、逆に、なんか、そのメグさんにめっちゃ締めてもらった記憶がある。たびたび着せてごめんね。いいんですよ、全然可愛いんで。そう。多分 YouTube とかで見ている人が、うん、知らないこととして、うんうん、水中にその撮影って、一回現場でちゃちゃって撮って、はい終わりってめったにないよね。ないね、何回かに。実は分けて撮ってるよね。うんうん、この水着も、これはプールは一回だったかもしれないけど、この後出てくるけど、お風呂で撮ったり、そう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 、ギャラリーで撮ったり。うん、そうだ、一回で終わるって、その、前の水中に層、月間水中に層とかで、ちょっと差し絵に使う程度とか、うん、だったら、次に撮ろうみたいなのあるけど、うん、がっつりちゃんとやるっていう時は。特集級は2回に分けて撮るとか。うん、2、3回。うわ、めっちゃ可愛いの。かなこちゃんね。かなこちゃん。うん、超可愛い。色が素敵。原宿。原宿感あるよね。あるね。のは、うん、太田さんのポエムが。あ、やばい、読まないと。時計は嫌いだ。君との時間が数字になる。約束の時間、2017年8月4日の16時なんて、このまま来なければいいのに。それでも明日の16時、原宿駅の表参道口で待つ君が、ごめん、暑いから水着で来ちゃったよ。とか言い出す君だったらどうする？その可能性にかけないほど、私はバカではない。だって、明日には、君と原宿でデートなんだから。すごい。うん。ポイントですな。ここで使ってる写真が、実は、うん、原宿と合成する前の元素材だよね。うん、そうだね。あ、本当だー。すごい。これは面白いね。うん、これも何だっけ、道路標識。本当だ、本当だ、そうだ、そうだ。そうじゃん。これもカニの、ザリガニの看板の、うんうん。まあ、こう、水中で先に撮影して、あ、これ元素材、そのうち、Kindle 化もありかもね。すごい量あるもんね。ね、あるね。そう、いろいろ撮影をオーダーするときに、こう、水中ニーソだとね、マスクを外すとか、うん、レギュレーターを外して、うん、ちょっとダイビングスキルチェック的な要素の撮影が多いんだけど、うんうんうん、原宿ダイビングに至ってはこう街中に女の子が漂ってる時にちゃんとダイビングしてるって分からないといけないんで、そっか、珍しくレギュレーターを外さないっていう、外してないね、そっかそっか、ただ浮いてるんじゃなくて、うん、ちゃんとダイビングなんだよみたいな、うん、そしてなるべく中層だよね。なるほどね。浮かないシマリスちゃんに大変な撮影。いえいえ。しかもこれしょってだからね、まあ、タンクがあると。めっちゃ足でパタパタみたいな。落ちていくところを撮っていただくのが良いかなと。あ、出ました、お風呂。お風呂。これ初？いや、もう何回か。もう何回かやってた。うん。これもう連載3回目。待ってた、めっちゃ分かるじゃん、お風呂で。まあ、でもお風呂の水中にそう、これともちゃんってスタッフのお家で撮ってるの、うんうん、めっちゃお世話になってるからね、ともちゃんのお風呂、うちのスタジオみたいなプールに続いてよく潜らせていただくお風呂です。でマンションタイプだからやっぱり読者の人とか作品見た人がイメージしやすいので、しやすい、しやすい。じゃあぜひそこで水中に層撮ろうで、スクーバタンクとか持ち込んで撮ってみたら、シマリちゃんが全然バスタブに収まるんだよね。す
すごいんだよこれ、これね本当にね。この配信の後なのか前なのかはね、泉っていう2020年の最新作はずっとバスタブなんだけど、うん、この月刊水中にその2017年の連載がまずあって、その時に撮った映像を海外で展示したりとかして、うん、最終的に、最終っていうか最新版、最新だね、最新の水中に層もバスタブシリーズなので、うん、そうなんだよ、ね、さお風呂さあったかいじゃん、高いから長く使ってるとほっぺ赤くなってきちゃう。ほてってきちゃうもん。あったかいから。しばりちゃん結構暑い風呂好きなんだよね。暑いお風呂は好き。そうね。いつもね家で入るとき43度とかにしたりするぐらい。ね、私追い炊きしてください。うん、暑い風呂が好き。風呂暑いのが好きっていうのはみんな覚えておいてください。覚えておいて、暑くしといてください。そんなシマリスちゃんを風呂に入れる機会がみんなないと思う。うん、あった際には43度ぐらいでお願いします。すごいな、これね、これね。2017年の、4月から7月に展示された青森県立美術館の、ラブラブショー2という展覧会での、うん、チェ・チンヤオさんと僕との2人の展示の部屋で、部屋のタイトルが君になりたいっていう、うん、小西康晴さん、あのピチカート5の、うんうんうん、小西康晴さんの歌から君になりたいを引用してて、あの僕が女の子を撮りたい時のこう条件として、しまりちゃんをどうにかしたいとかよりはこの人になりたいっていう、うん、それは前からね、うん、言ってるよね小賀さん、なりたい子があのいいモデルだと思ってるので、うんうん、まあそのこの美術館がめちゃでかくて天井高が 7.2 メートルある展示室だったんで、プールより深いじゃん、プールより深い、うん、なんでこの写真のサイズが、細長い写真が幅130センチ高さ6メートル、すごい、すごい、4渡し私かける4ですね。うん、これもね、テイク1、ね、テイク2って呼んでる作品が代表作だと自分でもね、すごく美しい、うん、こう、まあ、でもその青森県立美術館の展示をきっかけに自分の作品がアートであるという自覚をしたので、うん、そうなんだ、うん、なんかね不思議なんだけど、こう水中に沿ってっていう2012年から撮り始めて2013年から写真展はいっぱいやってるんだけど、本人的にアートって自覚は最初はそんなになく、うん、青森で実際に自分の作品がちゃんとアートとして展示されて、うんうん、他の部屋の展示物とか、これ耳ね、あの展示室のすぐ横にシャガールのうん、超巨大な壁画がかかって、壁画幕、うん、舞台幕がかかってて、うんうんうん、でそのシャガールなめで自分の作品とは眺めてると体験をすると、あ、アートってこういう意味だったのかもしれないって飾ってみて初めて気づくっていうことがいっぱいあって、実はミッションは2つしかなくて、うん、思いつくことと形にすることしかなくて、うん、で、ね、思いついても形にしないじゃん、確かに6メートルにプリントしないじゃん、うん、あと、まあ、その水中で女の子が潜ってるのが好き、 はいって感じで、そうだね、撮らないよね、うんうん、確かに、なんか私がすごいずっともうだから何だよ、古賀さんと7年の付き合い、長いですね、長いですね、いて古賀さんはまずひらめく内容がもう凡人の次元を超えてなんかぶっ飛んでるだよね、例えば原宿でダイビングとかさ、うん、お風呂でダイビングとか、多分普通の人は思いつかないことをまず思いつくのが私はいつもすごいなと思って、しかもそれをねやるの本当に、ただねマーケティングとかがゼロなのででもさそれが正解だったわけでしょ、そうそう、まあ、結果論でね、うん、多分マーケティングで世の中の需要とかから逆算したらこういうものは絶対作らないので、だからダメ、小賀さんマーケティングしちゃダメ、自分の頭の中に純粋にやってするのが多分正解なんですよ。売れたいなとか思ったらダメなのね。そうそうそう。だから自分のためにこれからもやり続けることが
ね、新しい世界を開いていく、ね、あれなんじゃないかなって。新しい需要を作ってるって、まあ、需要じゃないじゃん。でもさ、普通で需要を作ってると思うよ私は。わかんないけど、見た瞬間にこれだと思う人が何人かいるってことですね。そう、いるってことはそこに需要、その当人たちも気づいてない潜在的な意識の中にある需要を古賀さんがこう引きずり出して、悪い子じゃん、うん、悪い子悪い子じゃないですか。目覚め目覚め目覚めですよ、みんなの欲望を、うん、だって今更さ、じゃあ古賀さんがさ普通に水着着て水中でグラビア撮ろうって言われても、なんかどうしたの古賀さん、大丈夫ってなるもん。私やらないよみたいな今更やらないよってなるもん。古賀さんからはね、やっぱりね、すっとんきょうでびっくりして、なんでそれっていうようなのが来るから面白い、うん、と思います。私は6メートルはね、アイディアっていうよりは、展示室がでかかったからってなんだけどでもさ、すごいよね。これをじゃあこの展示のさ、天井まで使ってやろうと思ったわけでしょ。そうそう、それがね、あ、そうなのよ、うん、6メートルあって、それはプリンターの限界があって、うん、あの横幅も本当にでかいサービスとお金がとんでもなくかかるので、うんうんうん、ある程度 の、 その、要するにインクジェットプリンターの最大幅でロール紙を使ってダラ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 出せば長いのが出せるので、うん、でもこれって高さがあって水中だからこそできる表現だよね、うん、で高さがあるから連写したやつをフォトショップで合成して、水面が見えてるのがまたいいんだよ。これがね、作品の前に立つとこう水面から泳いでくれる忍者になるの。ちょうどすごい、生で見たかったな本当に。ミソドライバーの連載、あれ、そう、モモコちゃん、あのモモコちゃんね、サブキャ、サブキャラ違う、あ、敵キャラ、 いわゆる2号ライダー的に敵だったのが、味方になる、一号に助けられて味方になるっていう、かっこいいな、この人相、かっこいいね、ほんと。自分で作ってさ、自分で作って自分でかっこいいとか自分でかわいいっていうことを日々言える、頭の悪い生活できて幸せだね。幸せだよ、ほんと幸せだと思う。あ、百年史、百年史はね、うん、これあれだよ、ともちゃん家のクローゼット。え、クローゼット、レゴのさ置いてあったクローゼットで思い出した、そうだ、私陸上で一生懸命クロス背負って、そう、嘘水中だよ。これはあのワンエンさんのコラムの中では、嘘の水中撮影、うんうん、空気中で撮られた水中撮影について語られてて、じゃあ我々も一度水中じゃないところで水中写真を撮ろう。さあ、なんだ。本当だ。でもそのこと、あ、確かに髪が。そう、これ扇風機。うん、そうか。扇風機で島レシちゃんに風を当てて。全く覚えてない。ここで撮ったこと覚えてるけど、なんか言われたら扇風機の記憶も蘇ってきた。ここにね、ワーゲンのレゴがあるところがワーゲンさんにこうちなんだ。マジか、細かいな。しかもともちゃんのコレクション。そう、ともちゃんレゴコレクターなんで。そうなんだね、あそこのガラガラって開けたところだ。そうそうそう、これはこうなんだろう、原宿に女の子が漂ってるっていう、まあ古賀愛菜も代表する作品になったので、うん、この後もさ、でもエミリちゃんとかで、そう、台湾でダイビングしてたり、うんうん、電車の中でダイビングしてたりとかね。そう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 、はいはい、はい、質問なんですけど、いろいろさこうやってきてるじゃん、はい、でこの街シリーズも一通りやったわけじゃん、うん、原宿、電車、台湾とか、そこにまた戻ろう、また同じことを、同じじゃないかもしれないけど、また街に潜ってる、例えば新宿、渋谷とかのやつを撮ろうっていうところにはもう脳みそとして戻らない。いや、小馬さん的に、なんかこれは撮らなきゃってものがあったらそうなるかもしれない。撮らなきゃって思わなければあえてそれを撮ろうみたいなのはあんまりない。そうね、一応毎年毎年っていうか常に作品の、うん、最先端部分は、うんうん、僕もまだ知らないものを作ってたくて、うんうんうん、泉はもう完全にエッジにあって、うん、とうとう写真じゃですらなくなったっていう、うんうん、そうだよね。でも泉は作りながらもっとこうしたいああしたいって当然出てくるじゃん、あんな細かく作っちゃったら、うんうん、なので泉は泉の続編は
多分あるし、お寺はお寺で続きがやりたいの。あれね、ももこちゃんのやつね、めっちゃかっこいい、うん、いいね。まあね、機会がいろいろあっていろんなところにお声かけいただいて、天井が高い展覧会ができるから巨大なプリントになったと同じように、でお寺で展示しませんかというのがあったから、あれができた、あれができたみたいな。まあ、そっか、自分だけじゃなくて周りからのお声掛けだったり、その時の状態だったり、いろいろなことがあり、からまりの新たな道が開けへの、これはでも代表作なので、うん、あの手に入るうちに手に入れてほしい本ですね。そう、え、これも Kindle、 これも、やっぱ Kindle になってない、なってないんだ。じゃあこれでしか見れない、今のところ紙の本しかない。おお、そうだよ、だって代表作であり、かつかつての原宿も収められており、ね、なんならこれを手に原宿に行けばそうね、ね、この場所だっていうのもできる、島ちゃんが漂ってるイメージをしながら、はい、しながら行っていただければなと。これは全然あのネットショップで購入できるので、ぜひ手に入れてほしい一冊ですね。本当にめっちゃ可愛いから、ぜひチェックしてお手元でめでてあげてください。